ャブ台のレシピゲット。レシピは言うんかい。褒美じゃよ。褒美じゃ。褒美が都から。ちょっと怪しい。ああ。集え獣どもの野ぶ。いいよ。透明の黄色い目に見えぬ目に見えぬ、やはり大切なものは目に見えぬのよ。よし、まずは釣りじゃよ。最も魚を喜ぶからのあの狸の上様は魚を取ってまいればなるまいぞ。おらえこのそれがしの釣った魚はあの養殖を始めてくれなませんか。こんな天然物ではなく、いずれやりましょう。魚の養殖でよいじゃろ。もうあされどもたぬき殿は天然物しか。おお、それがし拾っていいのか。これ食わんからの。それがしを海を加えるの。おい、なんか瓶、なんか筒が、小瓶が、これこれ、おこれは焼き物じゃろ。これこれ何か、おれな、見ろ見ろ、調べるを押せ。あれをそれがしが拾っておったらどうなっておったのじゃ。それを聞きたい。拾えるのじゃろ。あ、拾えると思うすか、うん、大事な、うんうん、なんぞや、ちゃぶ台のレシピゲット。レシピは言うんかい。怖いの、あいつ、あいつ怖いのじゃよ。あやつは敵やもしれんからな。喋れん。こっち見た、こっち見た。帽子取れ。ほら、これから帽子ではない、兜じゃ。消えた。なんか降ってきたぞ。え、その釣りさん、おーい、なんじゃ、なんじゃ、褒美じゃよ。褒美じゃ、褒美が都から神様ふらりふらりと。神様、こちらでございます。おい、これ、あ、お主目線をちょっとカーッ投げてしまった。神様。ああ、あった、あ、さかった。あそこじゃな、これじゃん。え、あ、なるほど、これで取れるのではない。くそーっ。跳ねよ、もう跳るのじゃ、褒美は。あかった、あかった、よし。おい、絶対なんぞ入っておるぞ。重要なものじゃ。ああ、取れんのか。投石じゃよ、石を投げればよいのじゃよ。石をぶつけるとな。奥でない、置いただけ。石を投げるのじゃよ。よし、来た来た、頼む頼む、来た来た来た。あー、消えた。これあるあるか、かようにも外すものか。そういうものなのじゃよ。これはむずしモードでやっておらんのか、これ。あ、こいつ怪しいのじゃよ。問い詰めろか。これしか言わんの。これは取ってみろ、取ってみろ。静かにせよ、静かにせよ。たるたる、早く。やっと、いや、いけいけいけ、やっと、よっしゃー、やっとだ。うわー、取った。お見事。なんぞなんぞや、なんぞや、なんぞや、なんぞや。ガーガーじゃよ。きしょし、ポケット入れた。うわー、あのところでやった。ガーをまた、あのたぬきの上様に献上じゃな。じゃ何故。いや、待て待て待て、来い来い、いけ。3の後キユー、魚を諦めようぞ。虫男じゃ、虫王じゃ。もう揺らすぞ、虫を集めるだけ。揺らしの、待て、それがしなれば網を。もう揺らしの、さあ落としてこい。揺らしの南勢でちょっと、揺らしの南勢う、虫取りの三島じゃよ。さあ、どの木はいそうじゃ。揺らせよ、揺らせ。あ、こいつがおる場所怪しい。あ、あ、あ、え、落ちとった。手づかみしないでねって書いておるぞ。今掴んどったぞ。もう蜂の姿が見えるまでもなく、それがし。こやつ蜂狙いか。お主に慌たさんぞ。こやつはでも、お主、 お主に慌たさんぞ。木も拾ったけ、お主。ほれ、もうよい、お主、枝しか出るな。もうその木は、ほれ、木の枝じゃないの、木の枝。お主、違う木を揺らさね。揺らせ、違う木を。ひとしきり揺らしていったら、さあ、どこからでも出てまいれ。もし枝しか出さんのじゃよ。そ
俺がしもこんなことがしたくてこの島に来たわけではないのです。枝由良氏、もっと役に立ちたいのじゃ。それがしも、これも決めろよ、お主。やっとな。これでもう取れなんだろ、切腹。やっと切腹じゃない、石斧で切腹。1、2、3、おー、何か。なるほど、そういうことか。ああ、そういう、メバルじゃよ。いや、フナじゃん。汚いフナじゃん。ガーおるぞ、ガー。おし、ガー欲しいじゃん。ガー男。ガー爪男。三島。この才能はあるのじゃよ。お似合いじゃや、それ。おぬしの。やっとな。やっとな。うわ、手で触った後に。うん、怖ない、怖ない。ポケット気持ちかったね。気持ち悪いの。タヌキガーモって言って喜ぶかの。いやいや、上様に献上じゃよ。さあさあ、上様。何に使うのじゃ。もうすっかり上様に従順。納めに参りましたぞ。うん、もれみよ。こんなことをして。ガーでござりまする。え、幕府作る気あるか。実はここからなのじゃよ。ガーを集めて、ま、ここからじゃよ。幕府じゃろ。うん、城壁とか堀とか、ここからじゃよ。家臣もまだおらぬし、はい、うん、よいぞ。そいつ誰なのじゃ、すがさんの。よい、来いよ。うん、お主もう虫全部出せ、ポケットから。気持ち悪い、止めて渡したいのじゃ。気持ち悪いのじゃ、そのガーを 5匹ほど懐に入れて。うん、おいろいろ来るの。ちょうどじゃ。うん、作ろう。買うな、こんなやつから。おもろったおもろった。ただほど怖いものはないからの、気をつけろ。企んどるぞ。そうそう、いいよ、それは。ギョイッ。何をくれるのかな。電話？無礼者！無礼者が。人と話をしておるのじゃ。フータさん。誰じゃ。なんぞや、フータ。風使いか。こうみたいじゃの。風神様やもし。見てしまじゃよ、今。様のせいがあれ。今見てしまって、ちょっと恥ずかしそうに言ってるよ。見てしまった。見と言わずに、いや、なんか、見てしまうんですけど。いや、僕は。風じゃよ、風使い。失礼じゃない、人の前で電話して。返事ばっかりしよってからに。こっちが、客じゃろ。おお、接客そうじゃん。さよ。えだな、お主は。おう、おう、あっ、博物館長なのか、風太が。先ほどのの収集しておった男じゃよ。ガーとかいるか、風太も。ガーのために呼ぶの申し訳ないの。いや、言ったか、種類を。え、また寝床じゃよ。はまた寝床の、寝床の風太用の、風太用の寝床の敷地を探す。風太用の寝床、風太殿が寝られる、安眠できるようにの。それが違う。なんでそんな心奪われてるのじゃ、風太殿。この辺りで良いかの。どこでもいいわ、風太なの。しっしあっ、うーんじゃないのじゃ、そのうーん、どこでしようかのじゃないのじゃよ。これ動けんのじゃよ。考えてるふりだけ、お主は一丁前にしろ。どのあたりが良いかの。フータに気を使う人じゃないので。風向きを考えて。風向きとか言うんじゃろ。もうこのガーがいっぱい出るところで、ガーがよく出る。蜂の巣の下にしてる。浜辺が好きじゃったから浜辺にしてやろうかな。ああ、もうびしょびしょの湿気で潮風で体かゆなってもらえ、もうベタベタになって。ひどいの、お主は。ね、この見たこともない男に。あれ、色違うの。うん、ここで良いかな。良いじゃろ。いや、想像すな。考えてみようぞ。知らん男の。あれ、立派な寝床じゃ。ふうた、なんぞや。まずは手は逃げるぞ、逃げるぞ。なんぞや、これ。光っとるぞ。いや、これこれは何ぞや。ほら、何ぞや。あ、おいおい、タソや。